リナちゃんはバレンタインにチョコレートを作るの？なんですか急に。もちろんお兄ちゃんに作りますよ。そうだよね、弟くんって可愛いからみんなチョコレートをあげたくなっちゃうよね。わかるわかる。実は私も今度弟くんにチョコレートを作ってあげようと思ってるんだ。エリコちゃんと一緒に。え？エリコさん？エリコさんってあのデストロイヤーのエリコさんですよね。なんでまたそんなことに？内緒。でも彼女との勝負は絶対に負けられないの。女同士の戦いってやつだね。勝負って何ですか。嫌な予感しかしない。それでね、二人でチョコレートを作ってるところを弟くんにも見ててほしいなって思っているんだけど、やっぱり衣装が可愛い方が弟くんも喜んでくれるじゃない。だから今日は料理するときに着るお洋服を選びに来たの。とにかくそのお洋服を選ぶアドバイスが欲しいってことで今日私は呼ばれたわけですね。任せてください。お姉ちゃんが最も輝ける衣装を私が選んでみせましょう。お直しだってできちゃいますからね。うん、心強い。あ、ちなみに弟くんにはチョコレートのこと内緒だよ。サプライズなんだし、バレちゃったら意味ないもん。分かってますよ。私こう見えても口は固いんですよ。口から出る石鹸って言いますからね。体に悪いから絶対口に入れちゃダメだぞ。それを言うなら口から出れば世間ね。ということなら私たちがここにいることもお兄ちゃんにバレちゃいけませんよね。抜き足、差し足っと。あっ、ん？どうしたの？あそこにいるのお兄ちゃんです。弟くんがここに。アルバイトみたいですね。お兄ちゃんいろいろなところでお仕事してますから。あ、いつの間に後ろに。すぐ見つかっちゃいましたね。でもせっかく弟くんがいるんだし、それとなく洋服の好みを聞いてみようよ。ねえねえ弟くん、お姉ちゃんがお料理するときってどんな格好が似合うと思う？質問がドストレートすぎません？伝統的な服装か。ねえりのちゃん、割烹着とかどうかな？それだとおばあちゃんみたいですよ。割烹着だとお姉ちゃんを通り越しておばあちゃんか。え、弟くんがおすすめの商品を出してくれるの？あ、エプロンだ。リノちゃん見て、この白いフリフリのエプロン、なんかお姉ちゃんっぽいと思わない？お姉ちゃんっていうか昼下がりの新妻って感じですかね。に、新妻。私は弟くんのお姉ちゃんであって奥さんじゃないんだから。なんで顔を赤くしてるんですか？うん、
何でもない。でもまあ割烹着もエプロンもお料理しやすい格好だけど、弟くんが喜ぶ格好かって言ったら確かに違う気がするよね。お姉ちゃんはこういう家庭的な格好よりもっと料理人みたいなお仕事する格好の方が似合う気がしますよ。なるほど、確かにその方が私らしいかも。はい、お姉ちゃんの衣装はその方向で行きましょう。じゃあどこから見てみようか。今はワンポイントでリボンをつけるのが流行りなんですよ。ここリボンとか売ってますかね。じゃああっちの方に行ってみようか。あれ、こんなところにリボンが置いてあるよ。わあ、かわいいリボンですね。愛する人と結ばれるラブなリボンだって。私と弟くんはもう運命で結ばれてるから必要ないけど、なんだか面白そうな商品だね。洋服につけるにはちょっと大きすぎますけど、何かに利用できませんかね。例えばチョコレートをこのリボンで包んでお兄ちゃんに渡すっていうのはどうですか。りなちゃん、すでに結ばれている私と弟くんがこれを使ったらどうなるか気にならない。勝負をかけるなら今だよ。早速渡してくる。リボンだけ渡すってどういうことですか。弟くん、お姉ちゃんの愛を受け取って。お姉ちゃんの方を受け取ってくれるの。いや、やっぱり弟くんはいつでも可愛いな。あれ、リボンが勝手に動き出して、キャー！お兄ちゃんとお姉ちゃんがリボンでぐるぐる巻きにされちゃった！結ばれるってこういう意味だったんですか！どうしよう、二人とも身動きが取れなくて辛そうです。急いでこのリボンを何とかしないと。これからお姉ちゃんとずっと一緒にいられるね。ちょっとお姉ちゃん、状況がよくわかんないけど抜け駆け禁止です。見ながらやってきたけど、お菓子教室の場所ここで合ってるかな。結構有名な先生が教えてくれるって評判だし、どんなチョコレートを教えてくれるか楽しみ。おお、私の他にも生徒さんが来てるんだね。そろそろバレンタインだもんね。みんな美味しいチョコレートを作ろうと頑張ってるんだ。よし、私も弟くんのために美味しいお菓子作り頑張ろう。あれ、隣のキッチンの周りにも生徒さんがいるよ。おー、こっちでは普通の料理教室が開かれてるんだね。ん？生徒さんの中に一人だけ男の子が。もしかして弟くんじゃない。ああ、やっぱり弟くんだ。偶然だね。こんな
らどうしたの？ふむふむ、普段お世話になっているコッコロちゃんたちにお礼するためにご飯を作ってあげたいの？えらいね。優しい弟を持ってお姉ちゃん嬉しいぞ。あの人が先生かな。ごめんね、そろそろ始まるみたい。お姉ちゃん自分のクラスに戻るね。皆様ごきげんよう。本日は私が講師を務めさせていただきますわ。おいしいチョコレートの作り方を覚えていただけると光栄です。よろしくお願いします。では最初に作り方の手順書をお配りいたしますわ。ふむふむ、今日のレッスンはブッシュドノエルか。チョコレートの基本は一粒サイズのショコラですが、今日はプレゼントに喜ばれるブッシュドノエルをレッスンさせていただきます。ブッシュドノエルといえば、一般的に生地はロールケーキを連想される方が多いと思いますが、今回はガナッシュとムースの層だけで仕立ててみましょう。なかなか難しそうなメニューだね。でも弟くんのためだもん。お姉ちゃん頑張るからね。とりあえずここまで下ごしらえしたら、少し待つだけで大丈夫かな。うん、いい感じ、順調順調。それにしてもテンパリングってただ湯煎してかき混ぜるだけだと思ってたけど、意外と奥が深いんだね。さてちょっとだけ弟くんの様子を見に行ってみようかな。どれどれ、メニューを見てっと。弟くんすごくレベルの高いクラスのレッスン受けてない？アボカドとエビのカクテル、アスパラガスのオランデーズソース添え、マダイのロティ、スモークサーモンの焼きブリック添え、手長エビのポワレとサフランリゾット、甲殻類のクリームソース、フォアグラのテリーヌ、イチジクとキャラメルのタルトって、どれも到底初心者に作れるものとは思えないんだけど。コッコロちゃんたちに喜んでほしくて一番難しい料理教室に参加しちゃったみたいだね。弟くん作れるのかな。やっぱり弟くん分かってなさそう。なんだかオロオロしてるし。うん、ここは弟くんの一大事だし、お姉ちゃんが手助けしてあげなきゃ。でも弟くんの気持ちを傷つけちゃいけないよね。ちょっと大変だけど、弟くんに気づかれないようにこっそりサポートしてあげよっと。では次にソースオランデーズを作っていきます。溶かしたバターにワイン、レモン汁、砂糖を加えて。うわ、ソースの作り方間違えてる。急いで正しいものを作ってすり替えるっと。うわ、そんなに鍋を煮立たせちゃダメ。バレないように静かにスイッチを切って、野菜を切る手がプルプルしちゃってる。あれじゃものすごく時間がかかっちゃうよ。とにかく手伝ってあげなきゃ。でもいきなりちゃんと切ってある野菜が置いてあるのも変だよね。いや、考えてる暇はないよ。とにかく不自然にならない程度にさりげなく並べてあげなくちゃ。なんとかバレないで弟くんの料理を完成させられたよ。先
生の反応はどうかな。おいしい。なんて素晴らしい料理だ。あんた手つきは危なっかしかったが頑張ったようだね。よかった、先生にも満足してもらえたみたい。すごく嬉しそうだなお姉ちゃんも嬉しい。さて、私も自分のレッスンに戻って。ん？弟くんがこっちに来るよ。お疲れ様弟くん。お姉ちゃん本当に嬉しいよ。弟くん上手にできてよかったね。料理落とさないようにちゃんと持って帰るんだぞ。嬉しそうに帰っていったな。あの笑顔が見られただけで頑張った甲斐があったよね。さーて、そろそろお姉ちゃんも自分の作業に戻らなきゃ。って、そういえば私、下ごしらえのままだった。だいぶ時間が経ってるけど大丈夫かな。では、今日のレッスンはここまでです。お疲れ様でした。飛んでくるの重かったな。弟くんのためとはいえ作りすぎちゃった。いやいや、そんなわけないよ。だって弟くんへの愛を表現しようとしたらこのくらいだってまだ足りないもん。しょうがないよね。今日は弟くんと二人っきりでチョコレートパーティーだよ。弟くんにあーんしてあげたり、お姉ちゃんがあーんされちゃうかもなんてね弟くんがやってくる待ち合わせの時間までもう少し。お店で働いていればあっという間だよね。って思ってたけど今日も全然お客さん来ないな。もしかしてバレンタインだからなおさらクレープを買ってくれないとか。暇だよ。こう暇だと時間もなかなか進んでくれないし、それに何よりも今月の売り上げが達成できなそう。目標なんか全然届きそうにないし、どうしよう。みんなバレンタインに夢中でクレープなんて見向きもしないって感じだな。あら。はい。あ、お客様ですか。いらっしゃいませ。どのクレープをお買い求めですか。いえ、クレープではなくこれを売ってもらえませんか。これってこのチョコレートですか。申し訳ありませんがこちらは売り物じゃないんです。そんな、そこはなんとかお願いします。そう言われましても。だってこれは全部弟くんのために作ったチョコレートだもん。
弟くん以外の人に食べられちゃうなんてダメだよ。でもこのお客さん、チョコレートがなくてすごく困ってそう。私のチョコレートがあれば笑顔になってくれるのかも。それに今日はクレープが売れそうにないし、お金がないとこれからラビリンスの活動も大変になっちゃう。じゃあこの人だけ、一個だけ特別に。わかりました。ではこちらをお客様だけに特別にお売りいたしますね。ありがとうございます。私お菓子作るの下手だし、この可愛いチョコレートがどうしても欲しくて。お客様の思いちゃんと伝わるといいですね。応援してますよ。一個だけ、一個だけ、残りは全部弟くんのものだぞ。ここのチョコレート美味しいって聞いたのよ。息子たちにあげたいの。三つちょうだい。これは一体どういうこと？なんでこんなにお客さんが押し寄せてくるの？このチョコレートお姉さんが作ってるの？めちゃくちゃ美味しいって噂になってるよ。私、友チョコ用に5個ください。本当に美人なお姉さんがいるよ。ねえねえ、自分用に10個欲しいんだけど、袋あるかな？もしかしてこれってさっき売ったチョコレートが話題になっちゃってる？あ、ここってチョコレートのお店だよね？何でもいいや、チョコをください。私、友達と交換する約束だったんだけど、すっかり忘れてたの。あの、これは売り物じゃなくて。私、息子用と自分用にももらおうかしら。ですから、ここはクレープ屋さんなので、チョコは売り物じゃないんですけど。どうしよう、とても引き下がってくれる雰囲気じゃないし、ここまで来ちゃうと売るしかなさそう。仕方ない。あの、押さないでください。順番にお売りしますので。売上は伸びていくけど、弟くんにあげるチョコがどんどんなくなっていっちゃう。やっとお客さんが減って落ち着いてきた。まさかあんなに押し寄せてくるなんて思わなかったな。お菓子屋さんがバレンタイン商戦に乗るわけが分かったかも。チョコレート、もう一箱しかないや。せっかく弟くんに食べてもらうために作ったのにな。あ、またお客さんが来たみたい。申し訳ないけど、さすがに断らなくちゃ。いらっしゃいませ。チョコはもう売り切れで。って、あれ？弟くん？どうして？まだ待ち合わせまで時間があるのに。え？弟くんにまで噂が届いてたの？はい、これがお姉ちゃんからのチョコレート。予定よりだいぶ減っちゃったけど、愛情はたっぷり込めてるよ。ところで、どうしてチョコレートを買いに来たの？
え？私に渡そうと思って？びっくりさせようと思ったの？お姉ちゃんが売ってたから弟くんがびっくりしたでしょ。でもありがとう。その気持ちだけでお姉ちゃん本当に嬉しいよ。ほら口を開けて、お姉ちゃんが食べさせてあげるから。恥ずかしがらないの。ほらほら、あーん。どう？おいしい？やっぱり弟くんは可愛いな。お姉ちゃん、弟くんとバレンタインを過ごせて幸せだよ。あら、急に食べたからむせちゃった？お水取ってくるからちょっと待っててね。ここにお水を入れたピッチャーがあったはずなんだけど。あ、あったあった。あれ、お水が光ってる。まるで太陽の光が反射したみたいに。久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。あたしがあんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。何よその心配そうな顔。信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。じやっと起きた。そろそろ起きる時間だから起こしに来たんだけど、寝顔が可愛いから見入っちゃってたよ。ん？かれこれ1時間くらいかな。実は今日は弟くんにとびっきりのサプライズがあるのです。なんだか気になるでしょ。じゃあ早く着替えて下に降りてきてね。先に待ってるから。やっと降りてきたんだね。お姉ちゃん待ちくたびれちゃったよ。なんて嘘嘘。本当はまだ準備の途中なんだ。もうちょっとだけ待っててくれるかな。ん？そんなにお姉ちゃんのことじっと見ちゃってどうしたの？あれ？エプロン姿のお姉ちゃんを見てドキドキしちゃった？もしかしてお嫁さんだと思った？残念、お姉ちゃんでした。
お姉ちゃん今ね、弟くんにお弁当を作ってるんだよ。もう少ししたらできるから、いい子にして待ってるんだぞ。ん？でも作ってるのはチョコレートだって？そりゃそうだよ。だって今日はバレンタインだもん。男の子は学校でいくつチョコをもらえたかって競争するんでしょ？だったらお姉ちゃんの弟くんにいっぱいチョコをあげようかなって。学校で弟くんが女の子からチョコレートをもらえなくても、これだけ持ってたら恥ずかしくないでしょ？またそんなこと言って強がっちゃって。もしかして反抗期？でもそんなところもやっぱり可愛いんだよね。いっぱいもらえるようになったら一人前の男の子だって認めてあげるから。それまではお姉ちゃんのチョコを食べて大きくなるんだぞ。朝ごはんのチョコレートはもうできてるよ。テーブルに置いておいたから味わって食べてね。それともお姉ちゃんが食べさせてあげようか？ってさすがにそんな時間はないか。食べさせてあげるのはまた今度ね。このチョコレートをどうぞ。うわあ、ありがとうございます。母さんの分も合わせると今年は2個ゲットだ。はい、君にもあげるね。どうもです、ありがとうございます。やったー、これで今年はチョコレートゼロは免れたぞ。君とそこの君にも、あとはこれで全員に配ったかな。もらってない子もういないよね。おはよう弟くん。僕の教室で何やってるのって顔だね。見てわかるようにいつも弟くんがお世話になっているクラスメートにチョコレートを届けに来たんだよ。お姉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。おかげで今年は自分でチョコを買わなくて済みます。うんうん、喜んでもらえたようで何よりだよ。もちろんみんなにあげたのは義理チョコだよ。一応お姉ちゃんの手作りだけどね。それじゃあ最後に、はい、これ弟くんに本命チョコあげちゃう。朝もらったのにどうしてって？朝あげたのはお昼の分、このチョコレートはおやつの分だよ。夕飯のチョコレートも作りに行くから今日は早く帰ってきてね。あとお昼のチョコの追加も持ってきたんだった。欲しかったらまだまだあるから遠慮なく言ってね。大好きだよ弟くん。はい、お疲れ様。しずるって本当にあんたのこと大好きなのね。あんたあれだけのチョコレート食べてよく虫歯にならなかったわね。珍しくあんたのこと心配しちゃったじゃない。それにしてもしずるって本当に面白い子ね。たまにとんでもない行動をとっちゃうみたいだけど、全てはあんたを家族として大切に思っているからよ。あんたもあの子の行動を受け入れているみたいだし、仲良くやっているならそれでいいわ。もう一歩を踏み出すのはあんたの勇気にかかっているわ。
それだけは肝に銘じておきなさい。なんて、今日はこの辺にしておくわ。じゃあね。あれ、私寝ちゃってた？今日一日ずっとチョコを作ってたから疲れちゃったのかな。それにしても不思議な夢。私が弟くんの家でチョコレートを作ってて、そしてお腹いっぱいチョコレートを食べてもらったんだった。それって今日私ができなかったことじゃない？え、もしかして弟くんも同じ夢を見てたの？そっか、やっぱり私たち運命でつながっているのかもね。じゃあ夢の中でお姉ちゃんの愛情感じてくれた？ううん、これからはもっとお姉ちゃんが愛情を注いであげるからね。